まあ、僕の考え方も偏ってたりとかすると思うんで、まあ、僕が正しいとも思わないし、まあ、僕は何度も言うんですけども、塾って保護者の方の言いたいようにやるっていう形をやって、でそれで成績下がったりとかして、結果も出なかったら保護者の方の責任っても出るわけじゃないですか。そういったものっていうのをやるべきことではないと思うんですよね、塾っていうのが。まあ、カレー屋行って、私は甘口じゃないと食べれない、私はこういったとんかつしか食べれないって言って、そのお店にいろいろ注文したりとかしないでしょ。まあ、カレー屋はしてくれるかもしれないですけど、ある程度本人にとって大事なことをやらなきゃいけないっていうのがあって、保護者の方にとって大切なことをやるべきものじゃないと思うんで、そこら辺難しいなと思います。自分にとって必要なこと、保護者の方にとって必要なことっていうのが、保護者の方が望んでることとは違うっていう、そこはまあ大事だと思うんですよね。教育というかサービス業っていうものは気持ちよくさせるっていうのが多分大事だと思うんですよ。だけど学習塾っていうのは苦しいこともやるし、それが合わないこともやんなきゃいけなかったりとかするし、本人が勉強嫌そうにしてます、塾でもうちょっと分かりやすく楽しくやらせてくださいって、じゃあ楽しくやって分かりやすくやって、その問題が解けるようになるかっていうのが俺には謎なんですよね。保護者の方が望むように、あ、分かりました、じゃあ簡単な問題解きます、簡単な問題解きました、でもそれで受験で受かりませんっていうのが結果として続くんだったら、それはどこを望んでるのかなって思うんですよね。子供たちに楽しく塾に通ってほしいを望んでるんだったらそうやってやるし、受験で受かりたいっていうんだれば受験で受かるような形でやるし、だけどそれを両方両立するっていう形は、僕の能力、知識、そういったシステムっていう考えでやっぱできないんですよね。そういった塾があるんだったら教えてほしいなってすごい思うんですけど、いや、あの塾は楽しくやらせてますよ、成績も抜群に伸びてますよってなったら、もうそこの塾行くしかないんじゃないですか。だけど俺はそれが、そういった塾を見てきたことないんで、教えてほしいですね。別に皮肉で言ってるわけじゃなくて、全部取るって無理でしょ。例えば高級レストラン行って、私はこういった味が嫌いです、こういった味が嫌いです、こういった味が嫌いですっていうのを万人受けするように書いて、食べログで全部5とか Google の口コミで全部5もらうなんていうの無理だと思うんですよ。この人には合う、この人には合わないなんていうのは出てくると思うんですよね。だけど合わないから、じゃあ塾辞めるとかっていう考えはちょっと違うと思うんですよね。それは教育っていうもので考えた時に、さっきも言ったんですけども、嫌だけど苦しいけど、でも今本人にとって必要なことっていうのはあると思うんですよ。そういったものをやるべきことなのに、いや、めんどくさいから、楽しくないからとか、本人のためにならない、そうやって思うんだったらもう辞めてもいいかなと思うんですけど、でもそれをやらなきゃいけないっていうのも教育なんじゃないかなって思いますけどね。だから甘やかしっていうことと本人に合わせるっていうのはイコールになりやすいかなと思うんですよ。だから本人に必要なことを考えてれば、苦しいかもしれないし、しんどいかもしれないし、めんどくさいかもしれないしっていうのがあるんじゃないかなって思うんですけど。